現庁舎地のあり方については、最も身近な市民サービスの拠点である浦和区役所や浦和消防署の機能を残し、浦和の古くからの歴史等を踏まえ、多様な世代に愛され、県と文教都市にふさわしい感性豊かな場所とすることを目指す方向性としています。利活用の考え方といたしましては、文化芸術機能、教育先進研究機能、市民交流機能の3つの機能を基本に検討してまいります。また、現在策定中の仮称浦和駅周辺まちづくりビジョンで示される浦和エリア全体の将来像等を踏まえ、市民の皆様にとってより良い場所となるよう多くの方々からご意見をいただきながら検討を進めてまいります。引き続き本市の方針について丁寧に発信し、市民の皆様をはじめ議会にもご理解をいただきながら具体化に向け皆様と共に作り上げていきたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。埼玉市長清水隼人でした。